ープルバンダナ見つかりました。よかったです。もう前回の動画でね、もうバンダナがない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 言ってもさ、とれ無事ね見つかったということで、今日はね結構気合入ってますよ本当に。はい、こんにちは、パープル遊びです。 We are four うん、ふわー気合入ってますかね、ふわー。ということで本日なんですけれども、もう、はい、もうもうもう。この間さ、韓国のグミ食べたじゃん。またあれとは別のグミを今回入手してきました。どこで入手したんって。この間パープル、韓国のスーパーみたいな、あるんだけど、そこに行ってきたのね。そこなんかさ、すごい美味しそうな、なんかフルーツみたいな、なんかグミみたいのがあって、美味しそうだなと思って買っちゃった。もうさ、やめてほしいよね。もう、わざとでしょうって。私が来るの知ってたみたいな。私、フルーツ系のグミ大好きなのね。本当に。本当に、本当に、本当に、本当によ。ぶどう。もう、ぶどうなんてごめんなさいね。うん。シャインマスカット。もう、シャインマスカットなんかもう、グーだからね。グーパンチレベルだよ。グーパンチレベル。ピーチっていう感じ。ピーチもね、もう、これ。フルーツグミの定番中の定番だよな。こっち、みかんがないのがちょっとピエン。ピエン、ピエン、ピエンですよ。なんかちょっとよくわかんないのがあったんですけど、よくわかんない韓国のキャラクターのグミを、ついでにと言ったらなんですけど、買っちゃいました。まあ、ついでになんですけどね。っていう感じで、今日はなんか美味しそうなフルーツ韓国グミを食べて、もうフルーツになってやろうかなって、思ってます。本気で思ってます。それでは早速、サメと出来合いだった。まあまあ、イエーイ。ぶどうさんから、いや、失礼。私ったらすごい大失態よ。先ほどこちら私グレープって言ったんですよ。違います、パープル味です。やばね、ごめんなさいね本当にね。マイグミ、これマイグミっていうグミらしいですね。パープル味開けてみます。あら、あらららららら、もうこのかじるグミのパクリじゃないですかこれ。これかじるグミのパクリじゃないですかこれ。うん、いい匂い。かじるグミのパクリかなと思ったんですけど、かじるグミよりもめっちゃでかいですね。まあ、結局に見た目がね、一緒でも味が違かったらね、それはね、もうセーフよ、セーフ。でも本当にね、やっぱフルーツ系のグミってなんでこんないい匂いするんかねと、待って。なんかすごく黒くない？なんか私の乳首見て、ねえ、なんかめっちゃ黒くない？なんかさ、見た目はそこまで黒くないんだけど、画面で見るとすごく黒く感じる。すごく嫌だ。シャインマスカット。わお。うわ、めっちゃ。うわ、めちゃめちゃ体に悪そうな匂いっすね。やっぱりね。やっぱりまあまあ、体に悪そうな匂いしますね。やっぱね。あ、でもね。でもね、やっぱ、いい匂い。なんか納豆みたいな感じ。納豆って臭いじゃん。臭いけどうめえじゃん。そんな感じ。うん。うん。ということで、ピーわあこんなもう、すいません。本当に。I love you.ピーチっていうかもうハートだよね、ハート。あーすごい。もう鼻の穴にこうやって入れたくなっちゃうぐらいいい匂い。よくわかんない変なキャラクターのグミ。わわ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 。これまたおったまげー。おすごい。これ何これ。ほかげヘビ？わかんないけど、これめっちゃ長くない？すごい。ティンティンみたいな。気持ち悪い。ほかげかな？でもなんか、美味しそうっすね。なんかほんと鼻の穴に突っ込んでみたいな、みたいな感じなんですけど、ほんとにでも、グミって感じですね。今日はね、ほんと久々にこういうグミ食べるね。なんかほんとにね、ほんとにね、少年になった気分で、今日はたくさん食べていきたいなと思います。せーの。いただきます。ピアーはい、ということで、早速食べていきまーす。するする。こちら、シャインマスカットからいただきまーす。見た目はね、かじるグミとそっくりですが、味はどうなんでしょうか？うん。うん。ベリグー。うんま。いや、うまい。あ、なんか思ったより結構シャインマスカット感少ないかも。どっちかっていうと、フルーツの味するんだよね。シャインマスカットっていうよりか、フルーツグミみたいな感じ。次、パープル味。パープルの味がする。いや、かじるグミよりも結構パープル感強め。弾力めちゃくちゃあるわ。かじるグミって結構ちっちゃいじゃん。あれ結構なんか、まあ、グミっていうかゼリー寒天みたいな感じだと思うんですけど、こちらはちゃんとグミ。
うん、普通にベリーグー。まあ、こういう組って外れないよな。ピーチ、あ、いただきまーす。うわ、すっげえ。うん、なるほど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 。これね、ピーチとして食べちゃダメだね。ピーチっていうよりかは、ピーチっていうよりかは、なんだろう、桃？桃、あの、すごい熟された桃の味なんだよね。だからピーチってさ、結構、あのピーチかってなるけど、このピーチはね、あのピーチかってなんないんだよね。日本寄りの味だね。あんまその海外チックの味ではないから、逆に言うと食べやすいんだよ、だから。うん。食べやすいんだよ。そういうことよ。私が言ったらそういうこと。食べやすい。じゃあこちら、変なトカゲ、変なトカゲいただきまーす。うん。あ、ベイク。あ、一番うまいわ。あ、すごい、結構酸味もあって。これこそまさになんか、なんていうの、海外グミって感じ。こいつら結構な、日本寄りのグミなんだけど、これこそ海外グミ。あ、味こういう方が好きだわ。うん。結構のいいね。うま。何味かは、わかんない。なんかすごい好きな味。なんかグミってさ、食感が美味しいよね。あ、失礼。うま。今夜のさ、10時半とかなんだけどさ、こんな夜からさ、こんなもん食べてみんや。体に悪いって荒らしない。このトカゲマジ美味しいっすね。うまっ。こちらのね、ずっと気になってた、こっちのでかいトカゲの方を食べてみたいと思います。コーラ味だ、コーラ味。美味しい。結構ないんだからね。韓国のフルーツグミマジでやばい。これどれぐらいやばいかというと、豚汁で白米が食べれないやつぐらいやばい。もうやばいよ。ほんとこれやばいって。パープルね、豚汁で白米食べれるの。でもたまになんかさ、豚汁だけじゃ白米は食べないっていう人もいるわけじゃん。あれ何何あれ何何、どういうつもり。将来結婚する人は絶対絶対にだよ。豚汁で白米食べれる人じゃないとマジで結婚できないのね。なぜかというと、自分が豚汁で白米食べれるから。うん、白米入れてみ、豚汁に。あんなもん美味しい美味しい、お汁、お汁し、し、美味しい汁ご飯だよ。待って、ほんとやばくない？え、なんでこんなに上手なの？こういうもの食べてるからじゃないのってね。ですよね。あの、運動しないとダメですね。ベルグベルグ。ちょっと気分が悪くなってきました。気持ちが悪いです。これ以上グミ食べたら私本当にごめんなさいね。グミと多分今後うまくやっていけないと思うわ。うん、今後ともこういうグミとうまくねやってきたらと思ってるんで、すいませんがこちらね、明日とか明後日とかゆっくりね、こまめにこまめにね食べさせてもらえたらと思います。はい、ということでございました。シャーシャーマネーション。今回ねフルーツ韓国グミをね食べてみたんですけれども、もう相変わらずうまいな。うまいけど何度だって言うよ、何度だって言わせて、食べ過ぎ注意、程よく食べた方が絶対いいよ。ということで動画を最後見てくださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントをもらってくださいお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。大谷翔平バブル遊びアデシャー。え、マジで顔の肉やばい。え、なんで。